手加減しないからな。
わからない。ま、敵じゃないって気づいたってところか。私はどうやら誤解をしていたようです。我が子を失った悲しみで大変な過ちを犯すところでした。ついに私は長く待ち望んだ相手に出会えたようです。アークを受け継ぐべきものということか。ほう、シズナ様。ドラゴンがあなたたちを片付けてくれると思っていましたが、ちょっと誤算ですね。仕方ありません。私のギガースはドラゴンの力をしのぐ恐るべき魔人、イデオ・ザルガタナス・アドベント。
なんだと、あいつら罠を仕掛けてやがったのか。シーザー、おい、しっかりしろ。あなたなのです。これは導き、力の導き。私はこの力をあなたに与えすることを長い間守ってまいりました。今こそこの力を全てあなたに捧げましょう。お前が守ってきたもの、確かに受け取ったぜ。イルスペルラーニス、エルディリーテソルジュベール、エナードルスペルサイス。そうか。一体何が、まさかあいつが。おい、そこのお前、お前は俺の逆鱗に触れた。お前はこの俺が倒す。うん、小僧が。ならば貴様から死ね。おいおい、ぬるいぜトロゾー。さて反撃と行くぜ。イニシエの大地を焦がす赤き翼竜ラーベイン、我に力を変身。
バカなんだ、この私が。はっ、歯向かった相手が悪かったな。正義は勝つ。げーかくなる上は。え、なに。見苦しいですよ、ボス。シャプール、貴様、裏切ったのか。残念ですが、これは命令です。もはや我々の志にあなたは無用。おとなしく消えていただきます。私が無用。そんな、グラゼル様、私はまだ。レナード！クソ、また逃げられる。これが騎士の力なのか。力を過信するな。コントロールを誤ればしっぺ返しを食う。気をつけることだな。シーザー様、旦那様が。ただいま、父さん。これを旦那様がシーザー様にと。息子よ、くだらないことでお前を悪く言ってしまった。すまなかったな。実はな、私はレパーンの女神が偽物だということは最初から気づいていた。そしてその彫像の目の輝きを見たとき、私には全てが分かった。病に伏せる私のためにお前が命を懸けてくれたということがな。あれは私にとって本物以上に価値のある最高の偽物だった。素直になれなくてな。いつもお前には辛く当たってしまっていた。許してくれシーザー。最後にお前に話しておかねばならないことがある。12年前お前を私に託した男のことだ。その男は私にこう言った。大切に育ててほしい。そしていつまでも平穏な暮らしをさせてやってほしいとな。今はその言葉の意味がはっきりとわかる。おそらくお前は平穏に生きられぬ運命にあるのだろう。その男はミディアスという名でバランドールに住んでいるらしい。その男に会えば
お前が知りたがっていた過去にたどり着けるかもしれんな。今となっては運命に身を委ねるのかどうか決めるのはお前だ。シーザーよ、これよりお前自身の人生を生きるがよい。しかしこれだけは忘れるな。誰が何と言おうと、たとえどこにいようと、お前は私の大切な一人息子だ。息子よ、健闘を祈るぞ。父さん、ドリスドール伯爵の手紙にあったメディアスという男が騎士の秘密を握っている。再びバランドールに向かいメディアスを探す。いいな、シーザー。ああ、ちょっと待って、シズナ様はどうなる？今はシズナ姫の消息は途絶えている。騎士の謎を解くことがシズナ姫へとつながるだろう。わかった、決まりだ。いざバランドール王国へだな。とはいえいろいろと準備もある。出発は明日にして、今日はこの屋敷に泊まってってくれ。砂漠のキャンプよりはいいだろ。ねえレナード、シズナ様のこと心配？うん、ああ心配だよ。連絡取れなくなっちゃったもんね。初めてなんだ、誰かに会いたいとか思うようになったの。なんか幼馴染としてはちょっと寂しいな。ユーリとはいつでも会えるだろう。なんかさ、近くにいるのに遠い感じ。そうかな。俺シズナ様とも小さい時に会ってるんだ。え、そうなの？まだ小さかったけど、こんな俺に笑いかけてくれた。すごくいい笑顔だったけど、成人祭の時のシズナ様の顔はなんだか寂しそうだったんだ。あの時と全く違ってた。その時なんだかこの人を守りたいって思ったんだ。そうなんだ。あ、ごめん、変な話したかな。いいよ、変なのはいつもだし。じゃあそろそろ明日も早いし寝よっか。そうだな。忘れていく誰かに愛されてた。